発見。Let's go。 お、大丈夫？やってみせる。よーし、はぁー、使うわよ。そうだ、行くぞ。お、あー、使う。It's okay, it's okay。 これで、わぁー、はぁー、見えた。やってみせる。振り付ける。なにを。最高です。これでどうだ。炎上状態、見ろ。弱すぎる。応援なくさせて。エネミーだ。This is gonna be tough。 弱せるわよ。今のチャンス。狙いなさい。 I wanna hit。 弱せるわよ。 I wanna hit。 素晴らしいです。ありがとう。やるわね。見えた。やって。楽勝。Cause of me。アファス、オンに切る。すごいじゃない。出れるのです。エネミーだ、仕留める。やってみせる。すごいじゃない。クレハ、ありがとう。見えた。仕留める。遅い。これでどうだ。終わりだ。ナイスプレー。キート、嬉しいよ。これなら。発見。Wait. So this is the FBC flu girl. はあ。なんでしょう。どうだ。バック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 。おお。バック。バック。I need to... ブレイザー。行くぞ。グッジョブ。キリトさん、任せて。アファス、オンに切る。やるわね。ありがとうです。これでどうだ。振り付ける。アファス、オンに切る。サプレッションです。行くぞ。弱ってるわよ。今がチャンス。やってみせる。使う。すごいのです。使う。炎上状態、見ろ。これでどうだ。任された。やった。すごいな。やってみせる。見えた。これでどうだ。遅い。倒した。行くぞ。入った。きついな。見えた。これでどうだ。え、なんで調べるわ。オンに切る。アファス、オンに切る。頑張れよ。弱ってる。今のチャンス。アファス、オンに切る。素晴らしいです。アファス、ありがとう。動きが鈍い。行くぞ。入った。入った。やった。制服、今のうちにお願い。すごいのです。回復する。応援してますよ。回復させて。アファス、任された。止める。最高です。アファス、ああ、やるわね。クレハ、嬉しいよ。止める。投げるぞ、投げるぞ。最高です。No. Let's go to the main. 無事に到着したな。I hope I'm ready. Wow, this is big. So big. It's kind of scared me, you know. Yeah, this big area. Oh. That's not bad. We have here.どうしましょう。お母さん、ただいまです。気をつけろ。何を言ってるかわからないが、友好的な反応ではなさそうだ。どうしたのです。
この人たちは私のマスターと友達ですよ。レイちゃん、あれがなんて言っているかわかるの？私たちが入ってはダメ、排除すると言ってます。早速戦闘か、行くぞ。入った。強いわね、この敵。何発当てても HP が減らないわ。確かに強い。いや、強すぎる。こいつはおそらく。撤退しよう。俺たちは何か選択を間違えたんだ。このエネミーは倒せない設定になっている可能性が高い。強制撤退イベントってやつだ。無茶よ、ここから脱出なんて。ログアウトする時間も稼げないわ。UFG を使えばいける。このくらいの高さなら乗り越えられるはずだ。片手で UFG を使えばもう一方の手で誰かを連れていけるだろう。そうしたら二人生き残れる。連れていくのは決まってるでしょ、レイちゃんよ。私は残るわ。私は戦います。マスターを守るのが私の役目です。いや、アバシテは火力が心もとない。大体あんたが死んでレイちゃんがドロップしちゃったらどうするのよ。それにキリトさんには悪いけど、私はあのエネミーを倒すつもりよ。決まったな。さて、もう一暴れするぞ。了解。さあ、俺たちがエネミーを引きつけている位置に行くんだ。よし、レベル、まだまだ強くなるわよ。So what are we going to do now?強制撤退イベント。キリトがそう言ってたの？たまにあるのよね。イベントフラグの回収を失敗して強力なトラップが発動したりとか。まず倒すのが不可能な敵が現れたりとかね。今回もそうだったんじゃないかな。レイちゃんもあまり気にしなくていいわ。キリト君たちならそろそろ帰ってくるわよ。アスナの言う通りだよ。このクエストは何度でも挑戦できるみたいだしさ。ただいま。うわ、ぴったり。さすがアスナさん。ああ、もうちょっとで倒せると思ったんだけどな。いや、あれは絶対 HP ゲージがゼロにならない仕様だって。おかえりなさい、キリト君。クレハもナイスファイトだったね。ありがとう、アスナ。もう話は聞いているのね。終わったことなんだから気にしないの。謝るくらいならパーッと美味しいものをおごってよ。そりゃいいな。この前変な店を見つけたから行ってみようぜ。でもその前に反省会だ。 SBC フリューゲルの中に入るには私たちに何かが足りなかったってことだよね。
でも一通りのクエストはこなしたはずだけど、アファシスのパーツが不足していたのかな。パーツは全部集めてもらったのです。じゃあ他にパスワードとか鍵を手に入れる必要があるとかだな。クエストの流れから言ってアファシス自体が鍵のはずだよ。すでにアファシスを連れて SBC フリューゲルに入っているプレイヤーも複数いる。困ったね。アファシス、君は何か重要なことを忘れているんじゃないかな。ごめんなさい。マスター、あくまで情報収集の責任は自分にあると言いたいんだね。確かにNPC にミッション失敗の責任を負わせるのは筋違いだ。原因の究明も大事だけど、次の挑戦のことも考えようぜ。そうだな、一度町で情報を集めてみようぜ。俺の可愛いタイプ B ちゃんなら何か知ってるかもしれねえし。お前まだ口説いてんのか。まあそれはそれとして、別に情報を当たってみるのはいいアイデアだ。私も周りの人に何か知ってないか聞いてみるよ。フリューゲルを目指してる人結構いたし。私も噂話を集めるくらいならお手伝いできます。 SBC フリューゲルに入っているプレイヤーの数から考えて、ヒントとなる情報はもう出ている可能性が高いですね。情報屋に聞いてみるのも一つの方法かもしれない。料金がほどほどならだけど。こうしてみるとレイちゃんだけに頼りすぎていたかもね。これからは自分たちでも情報を収集しましょう。そうね、レイちゃんもあまり気にしちゃ…あれ、レイちゃんは変だな。さっきまで僕のそばにいたんだけど。レイちゃん、レイちゃん、どこにいるの。いない、どうしよう。落ち着いてくれ、きっと大丈夫。さっきまでここにいたんだもの。だがこんな話の最中だ。ちょっと買い物に出たというわけでもないだろう。まさか家出？家出かどうかはわからないけれど、レイちゃん傷ついてると思う。自分の力不足で迷惑かけるなんて。もし私が同じことをしちゃったら落ち込むわよ。そういうことならさっさと探しに行こうぜ。ったく、あいつは天然だから面白いのに。失敗の一つや二つでくよくよするなんてよ。ああ、落ち込む気持ちもわかるけど、失敗したらもう一度挑戦すればいい。アバシスにそれを教えてやらなくちゃな。キリト君の言う通りよ。みんなで手分けすればすぐに見つかるわ。そうだな、アバシスのマスターは君だものな。うん、話すのは君じゃなきゃダメね。そうよそうよ、私たちだってレイちゃんの仲間なんだから。レイちゃんは NPC だから一人では街の外に出られないはず。みんなでグロッケン中を回りましょう。見つけたらまずはあんたにメッセ飛ばすから、みんなもいいよね。了解。お前が赤染めはいい。そうだ、ファニオンフェスティスオン SPC ドラゴン。We need to find Kazumi. Where? But where? That's right.Maybe home? あら、どうしたの？この世の終わりみたいな顔をして。こんにちは。今さら笑顔を作ってもダメ。お姉さんに話してみなさい。レイちゃんが家出？クエストに失敗したせいで？なんでなのかしら。フリューゲルなら何の問題もなく入れたわよ。アファシスを連れて行けば OK なんでしょ？マスター、それは少々表現に誤りがあります。ゲートを通過する際、SBC フリューゲルに入れるだけの強さを示すよう、
エネミーとの戦闘がありました。だってあんなレベルのエネミーならあなたの敵ではないもの。違ったの？まさかあなたアバシスの忠告を。はいはい、そうね、私もそうした方がいいと思うわそれにしても不思議ね、レイちゃんがレアな設定持ちなのかあなたのせいかわからないけれど、家出しちゃうアファシスなんて初めて聞いたわ。それを必死で探すマスターもね。さっき見覚えのある人影が展望台に向かって走っていたわ。声をおかけしましたが反応がありませんでした。人違いの可能性もあります。デイジーちゃん、可愛い子に関する私の視力補正を侮ってはいけないわよ。早く行ってあげて、きっとあなたを待っていると思うわ。 Thank you, Zeliska. Thank you, Daisy. I'm gonna look for her. おい、お前さん、何をそんなにあたふたしてんだ。残念だったな。お前さんにはもう二度と会いたくなさそうだったぜ。俺様は今までお前さんのことを大したやつだと思ってたんだぜ。なんだって何度も俺様との勝負に勝ち、仲間をアファシスちゃんを守ってきたんだからな。それがなんだ、アファシスちゃんを泣かすとは見損なったぞ。そんな顔しても許さないからな。あいつの行き先なんか絶対お前には教えてやらん。チッ、ここで金を出すから教えてくれだとか泣いてごねたりしたらぶっ飛ばしてやるところだったのによ。うん、どうやらただの喧嘩じゃなく何やら訳ありのようだな。ああ言うな言うな、人の事情に立ち入るのは男のすることじゃねえよ。ったく仕方ねえ。いいか、一度しか言わねえぞ。あいつはな、俺様のところに来るかって聞いたらよ、マスク総督府前の広場へ泣きながら走って行ったよ。早く行ってやんな、泣きすぎて干からびちまう前によ。Okay. So, Kazumi on the governor's office. Kazumi, where are you? Now what? I think from here, maybe? Yep.There you are. やっぱり見つかっちゃいました。当たり前ですね、私はアファシスだから。マスターと一緒でないと町の外には出られません。そんなことも忘れてしまっていました。マスター、私は決心しました。登録を解除してください。多分私はポンコツなのです。どこか故障しているのかもしれません。マスターの役に立たないアンドロイドはいらない子です。私はいつも失敗ばかりでした。だからお母さんに報告して直してもらいます。その後はどうなるかわかりませんけど。名前も返します。私にはもう呼んでもらう資格はありません。さようなら、マスター。マスター、私はマスターのアファシスでいいのですか？ポンコツなんですよ、アファシスですよ。You're the best. 私はマスターと一緒にいたいです。
マスターが一番。他の人を登録なんかしたくありません。私のマスターは世界でたった一人、目の前にいるこのマスターだけなんです。たった一人、そう、一人なんですよマスター。え、おやつじゃありませんでした。連れてきていい友達は一つまでだったのです。 So it wasn't but snack after all。 とにかく思い出したのです。まず SBC フリューゲルに自由に出入りするには登録が必要です。最初に登録できるのはアファシスと同行した一人だけ。しかもゲートキーパーのテストを受けなければならないのです。約束を破って3人を連れて入ろうとしたから叱られたのですね。お母さんは怒らせると怖い。私のせいでたくさん迷惑をかけてしまいました。みんな怒っているはずです。マスター、みんなが怒っていないのならなおさらこのままでは戻れません。おめえ挽回したいです。ちょっと間違えました。名誉を挽回したいのです。マスター、これから一緒にゲートを突破しましょう。 SBC フリューゲルの入場券を手に入れてみんなへのお土産にしたいのです。ありがとうございますマスター。では急いで SBC フリューゲルに行きましょう。行きましょう。レッツゴー。カモン。Wait. So, now with the gate keeper at the SBC Fugle Gate. I mean, how? Just the two of us? Really? Isn't this gonna be hard?目的地に到着しました。使いますよ。ゲノジスドーバス。つかめる。回復します。行くぞ。素晴らしいです。アファス、ありがとう。これで。I am ready.SBC フリューゲルに入るためのテストをすると言っています。マスター、準備はいいですね。マスターはとても強くなっています。今のマスターなら絶対に勝てるはずです。Sure? 私も頑張ってサポートします。お願いしますよマスター。
資格を得られたようでよかったわ。イベント達成おめでとうございます。あなたなら大丈夫だとは思っていたけど本当に成長したわね。強く初めて会った時はリアルラックだけ飛び抜けたニュービーさんだと思っていたけど、そういうことをさらりと言えるのがあなたらしいというか、でもそんなあなただからこそレイちゃんはこんなに感情豊かに育ったのでしょうね。もともと仕様や設定がレアだったのかもしれないけど、それだけでは説明できないほどの進化を遂げているわ。まあ、あくまでも素人の意見だけどね。マスターであるあなたや仲間たちの影響を受け、何よりたくさんの愛情が注がれた結果だと思うの。この GGO というゲームには自分の腕や強さを誇る猛者たちがたくさんいるわ。もちろんそんな彼らも強敵ではあるのだけど、本当の一番の強敵は自分の弱さを理解してそれを強さに変えることができるプレイヤーよ。あなたはもしかしたらそんな最強プレイヤーになる素質を持っているのかもしれないわね。私
強い人って好きよ。ねえ、一つ提案があるのだけど、私のパートナーになってくれないかしら。SBC フリューゲルはかなり強いエネミーが出るでしょうし、何が仕掛けられているかわからないわ。攻略系スコードロに入るのも手なのだけど、どうせなら信頼できるパートナーが欲しいの。マスター、私には戦場でのサポート技能もあります。ありがとう。もちろんわかっているわ。だけど私はあまりデイジーちゃんを戦場に出したくないのよね。もちろんいざという時は頼りにさせてもらうけど。承知しました、マスター。どうかしら。私ならあなたの最高のパートナーになれると思うわ。私は二人きりのチームの方がいいのだけど。でもあなたならそう答えると思っていたわ。じゃああなたたちの仲間にしてくれるかしら。いつかあなたの右腕になってみせるわ。よろしくね。It's a good battle so far. Okay, let's return before we finish this video. Complete it first. どうしましょう。お邪魔します。レイちゃん。遊びに来てくれたのね。よかった。そうだね、本当によかった。この間はいきなりいなくなったからちょっと焦っちゃったよ。ごめんなさい、ご迷惑をおかけしましたです。でもマスターと SBC フリューゲルに挑戦して今度はエネミーに勝てました。それに新しい仲間が増えたのです。はじめましての人もいるみたいね。ゼリスカです。こちらの子は私のアファシス、デイジーちゃんよ。はじめまして、デイジーと申します。え、新しい仲間ってゼリスカさん？ちょっとどういうことよあんた。そうね、全く話が見えないから説明してほしいわ。そうか、アファシスと二人でフリューゲルのゲートを突破してきたのか。おめでとう。これで宇宙船を攻略できるな。ありがとうございます。マスターのおかげなのです。しかしゲートの鍵のくせに条件を忘れていたとは。君は本当に AI なのかい？勘違いや忘却といった行動はプログラム的に相当高度なものですね。ただなぜこのような仕様にしたか意図は不明ですが。それは趣味ってやつじゃないかな。趣味が高じて凄まじいことをやらかす人はいるものね。うちの会社にも。いいえ、そんなことより原因が分かってよかったわね。うんうん、ゲートを通過する条件はおおよそ分かったしね。プレイヤー一人につきアファシスを一人連れていることね。だから前回は条件を満たせていなくてバッドエンドだったってわけか。戦場からの離脱は一応可能だったし、もしかすると回避する手段は他にもあったかもしれないけどね。情報を集めていて分かったことなんだが、今後の SBC フリューゲル攻略にもアファシスが必須らしいな。そうそう、中のメッセージやアナウンスが全部バグっていてアファシスに翻訳してもらわないといけないんでしょ。レンタルできるタイプ A が用意されていたのはこの仕掛けのせいだったんだな。タイプ A は必要ないですよ。 SBC フリューゲルの攻略は私に任せてください。頼りにしてるよレイちゃん。まあやる気があるのはいいことだよな。
私もできるだけサポートいたします。これでも腕には少し自信があるの。きっと役に立つと思うわ。君の仲間なら俺は歓迎だよ。私も大歓迎。ソロオンリーだったセリスカさんと組めるなんてたまにはパーティープレイもいいかなって思って。とても強い前衛アタッカーだそうですね。心強いです。セリスカさん、セリスカって呼んで。これからは仲間に入れてもらうんだから。仲間にしてもらった以上きちんと成果は出すわ。ではみんなで SBC フリューゲルに行きましょう。お母さんに会いたいです。賛成だけど、その前に私たちもゲートを突破しなきゃ。まずはアファシスタイプ A をレンタルしないと。なんでですか？マスターの友達なら一緒に行けるのです。だって自由に出入りできるようにしたいもの。私は私で資格を取るわ。そうだね、友達、パーティーメンバーを指しているのだろうけど、いちいちパーティーを組む必要があるのでは何かと不自由だ。友達のカテゴリーにはスコードロンのメンバーも含まれるのかな？はい、友達なら誰でも大丈夫なのです。質問の答えになってないぞ、アファシス。お話のところ失礼します。友達の対象には資格所有者が所属するスコードロンも含まれます。ありがとう、デイジーちゃん。いいえ、お役に立てて嬉しい。君がスコードロンを作ればいいんじゃないか。俺たちが君のスコードロンに入れば SBC フリューゲルに入る資格を得られるだろう。キリト君、それって君が楽をしたいだけじゃないの？それだけじゃないさ。だったらリーダーが別の人でもいいわけだし、俺はどこかに所属するのはあまり好きではないけど、それに君ならやってくれそうな気がするんだ。ゲームという枠を超えたとんでもないこと。異論はないわ。スコードロンに入るのは初めてなの。楽しみだわ。私たちも初めてね。いつもみんなといるからあまり変わらないかもしれないけど。私は、あ、そうだ、いつきさんはいいんですか？自分のスコードロンがあるじゃないですか。構わないよ、実質パイソン君に任せきりだからね。リーダーは彼に譲るさ。そうなんですか。クレハは反対か？みんないろんな意見があるのは当たり前だから遠慮せずに見合おうぜ。あんたがリーダーね。小さい頃から私の後についてくるばかりだったのに。な、何言ってんのよあんたは。そんなのみんなに失礼じゃない。キリトさんやイツキさん、セリスカさんがあんたのスコードロンに入ってくれるっていうのよ。トッププレイヤー集団のリーダーよ。GGOG が驚くわよ。普段は可愛くないくせに、こういう時だけ殊勝なことを言うんだから。でもそんなことでリーダーを譲られても嬉しくないわ。ここは GGO、 強い者が、勝利を得た者が正義の世界よ。だからあんたに勝負を申し込むわ。勝った方がリーダー。俺も参加していいかな？ほほー、キリト君、さっきと言ってることが違うよ。あ、いや、話を聞いてたらうずうずしちゃってさ。私もリーダーにはなりたくないんだけど、バトルには参加していいかしら？僕も参加費いくら？結構真面目に言ったつもりなんだけど、まあいいわ。じゃあリーダーはバトルで決めるわよ。セリスカさんやイツキさんも参加しちゃいます？私は審判役をやるわ。リーダーなんてやれるタイプではないから。僕も遠慮するよ。君を援護していいなら別だろ。それじゃ準備ができたら始めるわよ。
this is gonna be long. But wait, thank you for watching. I hope you guys enjoyed. See you guys in the next video.